はい、皆さん、おはようございます。今日はですね、鶏胸のよだれが、よだれだれがけを作りたいと思います。それではね、まず、鶏胸ですね、まあ、軽く洗ってあります。こちらをですね、まあ、器に入れていただいて、あと、長ネギの青い部分ですね、今回ちょっと青い部分ね、別の料理に使って、ちょっと、もうスーパー今ちょっと閉まってるんで、まだ、ないので、まあ、青ネギと仮定して、やっております。青ネギの部分と、あと生姜のね、皮の部分でいいので、これを1個入れて、あと日本酒1秒ですね。はい、これで、ラップをして、蒸し器にね入れて蒸してください。蒸し器に入れて蒸します。大体、15分20分で、ね、蒸し上がると思います。はい、それではね、よだれだれをね作りたいと思います。まずニンニクですね。ニンニクが、まあ、小さじ1杯程度ですね。そして甜麺醤、甜麺醤は大さじ1杯半ぐらい入れますか。醤油は1秒で、酢は 0.5 秒ですね。はい、そして、ラー油、ラー油はお好みで、入れてください。はい、そしてごま油、もう 0.5 秒ほどね入れます。はい、そしたらですね、これをねよく混ぜてください。はい、これでね、よだれだれの完成になります。はい、そしたらね、蒸し上がって、冷めたので、カットしたいと思います。はい、あとね、まあ、付け合わせで、きゅうりのね、切ったやつとか、はい、あとね、トマトとかね、乗っけて、あと先ほど作った、タレですね、こちらをかけます。はい、これでね、完成になります。はい、ではね、早速いただきたいと思います。では、いただきます。すごいしっとりにしてて、柔らかいです。いただきます。めちゃくちゃ柔らかくて、パサつきがなくてですね、このタレがねすごいうまい。これぜひね、作ってみてください。この夏のね、暑い時期に食べるとね、こうさっぱりして、非常にね、食べやすい。これはねおすすめです。グーで、このトマトはね、うちの畑で採れたトマトですね。やば、この鶏もね、めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃ、これご飯ね欲しくなるんですけどね、まあダイエット中で
今体重がね、だいたい15キロぐらいね落ちたんですけど、まだねメタボなんで、もっとねあと10キロぐらいね落とさなきゃいけないので、今日はねご飯はねなしでねこれだけで食べたいと思います。それではね短い動画になりますが、よかったと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではねまた次回お会いいたしましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイバーイ。